はい、えー、こんにちは、藤井です。えー、リクエストを頂戴しました。いつも有用な情報ありがとうございます。早速買ってみました。よろしければ CSS のセレクターをどう抽出するかも付属動画でお願いできませんでしょうか。今後、AI 連動動画出された時に、ヘグゾファイ購入者が出ることを想定し、他の人も気になるかなと思ったので、 本当は自分で調べろよと自分でも思いますがということでリクエストをいただきましたということで今回はヘグ g s i f で CSS セレクターを抽出する方法について解説をしていきますで流れとしましては基本的な抽出方法というのと基本的な方法では抽出できない場合に抽出する方法そしてヘグ g s i f と相性がいい Google 拡張機能と チャット GPT を組み合わせてスクレーピングをするこの4つの方法について解説をしていこうというふうに思います。でまず、えー、基本的な抽出方法から解説しますね。こちら、プロダクトハントとっていうサイトですね、えー。海外では非常に人気のサイトなんですけども、新進気鋭のアプリやツール、ソフトウェアがこういうふうに並んでいる、えー、リレクトリーサイトというか、ものですね。で、例えば、この製品情報をヘグゾファイで取得したいってなったときに、ヘグゾファイのアイ,アイコンを押しますよね。 アイコンを押すと、もう自動的にテンプレートが用意されてるんですね。製品名であるとか、えー、リンク、あとは説明文、この説明文ですね。取得するテンプレートっていうのが事前に用意されてるんですね。で、このテンプレートっていうのは、ヘグゾファイをインストールした段階で事前に用意されているテンプレートなんですね。だから自分で作る必要がないんです。このように、えー、海外で人気のサイトに関してはヘグゾファイで、えー、テンプレートを用意されてるんですよね。ただ例えば、こちら。 私の過去のブログなんですけどもこういったブログに関しては当然テンプレートが用意されてないわけですねこのヘグゾーハイのアイコンも光ってませんよねでこれを押すと、えー、テンプレートがないもんですから、えー、新しくテンプレートを作るっていうふうに表示されますで自分で CSS セレクターを抽出して、えー、テンプレートを作る方法を解説していきますねでまず1回戻ってもう1回 ヘグゾファイのアイコンを押しますでこのページ上の各記事のリンクを取得したいとなった場合に Create New Template を押しますそうすると、えー、取得したい項目を選ぶように指示されます例えばこの、えー、項目タイトルを取得したい場合はこの点線のところにカーソルを当ててクリックをしますそうすると同じようなセレクターの各項目が自動的に選択されますね選択されたならばこの タイトルのテキストを取得したい、文章を取得したいのでテキストを選んでボタンを押します。そうすると右上こちらご覧ください。このようにタイトルが抽出できますよってことが書かれてますね。事例が書かれてますね。ラベルを自由に決めることができます。ここの部分を一回消しまして、例えばタイトルというふうにしましょうか。で、さらに取得したい項目に関してはまたカーソルを当ててボタンを押しますね。 そうすると、えー、また各項目が自動的に選択されてますね。今回は、えー、各ページのリンクを取得したいので、リンクの URL をクリックします。そしてボタンを押しますね。そうすると、各ページの、えー、リンクがこういうふうに抽出できますよってことが示されました。でここもラベルを自由につけます。じゃあ、リンクとしますね。で、こちら、えー、一通り、えー、この 項目をを取得ししたたいいものは決ままったらボタンを押します、はい、これで一応のテンプレートが完成しました。で、これがどうなるのかっていうと、えー、このページを開いていきますよね。そうした場合に、もう一回このヘグゾー i のアイコンを押します。で、先ほどテンプレートを作ったので、えー、このように取得したい項目はもう自動的に選ばれてますね。あとは、この後は、えー、実際に Google スプレッドシートもしくは CSV 形式でダウンロードができるんですね。例えば Google スプレッドシートにエクスポートをしますと、この各記事のリンクとタイトルが こんな感じで抽出できます。タイトル、そしてリンクということで。はい。表示されている項目は全て取得できてますね。こちらがタイトルで、こちらリンクということです。で、この項目もですね、さらにカスタマイズすることができます。ああ、そうだ。タイトルとリンクだけじゃなくて、この説明文を取得したいなと思った場合は、h e g i f y のアイコンをもう一回押して、この右下に、えー、小さく隠れている部分があるのは見えるでしょうが、こちらの項目をクリックしますと、昔作った、以前に作ったテンプレートを編集することができます。 こちらのペンのマークを押しますとこちらですねまたもう一回、えー、取得したい項目を選んで追加することができます例えば今回説明文を取得したいので、えー、説明文にカーソルを当ててクリックして選択そしてテキストを選んでボタンを押しますとこんな感じで各説明文が取得できてますねというふうに、えー、このように使うことができますこれがまずヘグゾファイの基本的な使い方なんですよね でここまで CS セレクターを抽出する方法、基本と、あとは、えー、カスタムテンプレートを抽出する方法の2つを解説したんですが、次に説明するのがこの2つまとめて解説しますね。Google 拡張機能と ChatGPT、これ全部組み合わせてスクレーピングする方法を話します。まずですね、こちらの CopyCS セレクターという Google 拡張機能をインストールしてください。 これは Google Chrome とか、あのその五感ブラウザだったらば、インストールすることができます。無料ですね。これをインストールすると何ができるのかというと、えー、CSS セレクターがわからない人でも CSS をコピーすることができる、あ、失礼、CSS セレクターをコピーすることができるという拡張機能なんです。例えばですね、えー、こういった YouTube の動画があるとしますよね。で、今回コメントいただいてるんですが、例えば、このコメントを取得したいとしますよね。コメントを取得したい場合にですね、 右クリックしていただくわけですね。取得したい項目にカーソルを合わせて。で、その中にコピー CSS セレクターという項目が出てきます。これが先ほどインストールした拡張機能ですね。で、このボタンを押しますと、自動的に点線が入ってますね。これどういうことかっていうと、この点線が入った範囲の CSS セレクターをコピーしたってことです。で今コピーした CSS セレクターをこちらに貼り付けます。貼り付けました。じゃあ、他にも例えばこちら。えー、こちらの CSS セレクターも同じようにカーソルを当てて、 コピーします。で、コピーしたらこちらも貼り付けます。で、何やってるか分かんないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、とりあえずご覧いただければと思います。で、次にこちらですね。3つ目の CSS セレクターをコピーします。で、えー、貼り付けます。貼り付けました。で、今何をやったのかっていうと、これ、ご覧いただきたいんですが、この3つ、何が違うと思いますかどこに違いがあると思いますか答えは、このカッコの数字ですよね。カッコの数字だけが違うわけですね。2、3、4と。あと同じですよね。 で、この場合にですね、えー、CSS セレクターができる方だったらもう、この時点でどういう書き方をすればいいかはわかると思うんですよね。ただ、苦手な人や初心者の方もいらっしゃると思うんです。で、その場合に、えー、有効な方法が、他力本願って方法なんですね。で、これは何かっていうと、例えばこれは ChatGPT っていうものがあるわけですね。ChatGPT に聞けばいいわけですね。例えばこれをコピーして、先ほど支度した、えー セレクターーをコピーして貼り付けると、まあ、あとはこんな感じで上のような、えー、ものを全て取得する CS s セレクターを書いてっていうふうに言うわけですよねかなり適当なんですけどね、まあ、こういったふうにサンプルの CS s セレクターを書いた後にこういったものを取得するものを書いてって命じるわけですよねで押すとも自動的に、えー、出してくれるわけですよね、えー、あなたが指定した CS セレクターは えー、このことを指しているようです。これはこうだこうだこうだっていう。で、そうすると、まあ、こういうやり方したらいいよっていう一般的なアドバイスをしてくれると同時に、えー、この CS セレクターを書いたらいいですよっていうことを出してくれるんですね。はい。もう自動的に書いてくれるわけですね。こんな感じで。つまり自分が、えー、このコピー CS セレクターを使ってコメントの例え,ば例えばこのコメントを取得したい場合は先ほどのように 各項目をカーソルを合わせてコピーしていって、で、これをコピー、コピー、コピーっていう。そうすると関連性が見えてくると。で、これをコピーして、さらにチャット g p t に聞くんですね。こういったような CSS セレクターがあるんですけども、こういった項目を取得するための CSS セレクターを書いてっていうふうに言うと、自動的にチャット g p t が書いてくれるわけですね。で これ書いてくださるんで、これをコピーしていただいて、あとは、ヘグゾファイのアイコンをして、そこから、例えば新しくテンプレートを作るってもいいんですけど、例えば新しくテンプレートを作る。で、ここで、えー、カスタムエレメントを追加という項目を押して、こちら、光ってますよね。セレクターが光っていることを確認して、こちらに先ほどチャット g p t に生成してもらった CSS セレクターを、えー、挿入します。で、例えばこれは、コメントってしましょうか。 コメントとします、はい、そうすると、ほら、こんな感じでカーソルを合わせると、ここは取得できますよってことが出てますね。あと保存すると、これで c s s セレクターを作ることができました。あとは、これ、ヘグゾハイのアイコンを押していただくと、 自動的にこういうふうにコメントを取得してくれてますね。あテキストを取得したいので、ちょっとこれ直しますね、えー。ここのところをテキストに押していただくと、これで問題なく取得できると思います。はい、こんな感じでアイコンを押していただくとテキストが取得できます。じゃあちょっと実際にこれダウンロードしてみますか。はい、こちらですね。今取得した、えー、CSS セレクターの各 YouTube のコメントがこちらです。開いてみますね。はい、こんな感じです。どうですかね。先ほど、えー、この 私の YouTube 動画に並んででいたたコメントを取得することができました素晴らしいですよね。だから、あのもし CS セレクター取得したい、抽出したいけどやり方がわからないという方は、まずコピー CS セレクターをインストールしてみてください。で、その後に、えー、取得したい項目にカーソルを合わせてどんどんと CS セレクターをこうやってコピーしていくんですね。で、コピーしてこうやってまとめたら3つか4つぐらいランダムでまとめるんですね。 まとめたものをチャット g p t にぶち込んで、えー、こういったものを取得するセレクター書いてって、えー、依頼をすると、まあ、書いてくださると思うんですね。まあ、聞き方次第だと思うんですね。聞き方次第で書いてもらえると思うんで。で、これ、生成したものをコピーしまして、それをですね、こちらのヘグゾファ y のアイコンをしてテンプレートに追加してしまえばいいと思います。そうすると、どんなサイトやページ上か誰でも CSS セレクターが読めなくても、えー 抽出すすすすることとででできままのでぜひですねお試しいいただければと思いますちょっとやり方がめんどくさいとか複雑に思ったところもあるかもしれませんがちょっとこの動画を何度かご覧いただくとよろしいかもしれません。はい。はい、ということで今回は Hegsify の基本的な使い方とカスタムテンプレートの作り方とそしてあとはちょっと反則的だけどこういった拡張機能チャット GPT などを使って CS セレクターがわかんなくても 抽出方法っていうのを解説しました。ということで少し長くなってしまったんですが、この動画が回答となれば幸いです。えー、リクエストをいただきましてありがとうございました。では失礼いたします。